どうも、コマでーす。はい、今回もセレステしながら雑談していきましょう。今回話す内容は落とし穴ということで、落とし穴について喋っていきたいと思います。皆さん、落とし穴って掘ったことあります？僕もね、まあ言うてないんですけど、小学校の頃の3年生か4年生ぐらいの時に落とし穴掘ってるクラスメートがいたんですよね。名前はちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、山田くんと、仮に山田くんとして、その山田くんが落とし穴掘ったんですよ。うちの学校ね、なんか、裏山があって、まあ、その裏山にいつでも入れる状態だったからね、そこで落とし穴掘ってる言うてたんですよね。で、みんな割と小学生やから、落とし穴っていうもんになんか興味津々で、どこに掘ったん、どこに掘ったんって聞くわけですよね。で、山田くん、かたくなに教えてくれないんですよ。もうちょっとで完成やから、完成するまで待ってくれって言われて。でクラス中の男子たちはね、山田が完成すんのまだかなってワクワクしながらね、日々を過ごす時期があったんですよね。で、まだかな、まだかなって待ってて、1週間ぐらい経った後、もうその1週間、山田くんはこっちの遊びに一切参加しないんですよね。みんなドッジボールとか鬼ごっことかやってるわけやけど、山田くんだけはもう裏山に行ってコツコツなんか穴掘ってたらしいんですよ。で、1週間ぐらい経って、ついに完成やってやったんですよね。ちょっと今日完成したから明日はみんなに見せるわっていう時が来たんですよ。おー、ついに完成したかっていうことでね、みんなワクワクしながらね、明日になるのを待ってたんですけど、その日の帰りの会、学業全部終わった後のなんかホームルームみたいなやつ、帰りの会で先生がなんか山田が落とし穴掘ってるらしいなってなんか嗅ぎつけてきて、多分クラスの女子が垂れ込んだんやろうな。うわー、なんか山田が落とし穴掘ってるらしいなって言われて、それちょっと危ないから今日埋めに行くぞって話だったんですよ。もう山田くん嘘やろって顔してたけど、せっかく一週間コツコツ頑張ってきたのにね、誰かようわからんクラスメイトの垂れ込みによってね、公表することもなく埋めることが決定してしまったんですよね。で、まあその帰りとか終わった時に山田くんを連れられて先生と一緒に裏山行くことになったんですよね。で、まあ落とし穴埋めるわけやから誰か手伝いたいやつは手伝ってくれてもいいぞみたいな感じで、ついてきたやつはついてきてくれみたいな感じだったんですよね。で、普通に落とし穴みたい男子何人もいたから、僕もそのうちの一人なんですけど、手伝いに行こうとして手伝いに行ったんですよ。山田くんめちゃくちゃ落ち込んでたけど、まあこれ結局みんなに見てもらえからええやんってね、みんなで励ましながら言ってたんですけどね、先生も言うほどそんな怒ってなかったんですよ。多分なんか女子が無理やり危ないことしてるって騒ぎ立てたから、なんかね、こういう感じで手を打ったんやろうなって感じやったと思うんですけど、まあよくは、まあ先生の気持ちはよう分からへんだけど。で、まあ結局その裏山のね、落とし穴ポイントまで行ってね、ここがそうですって言われてね、パッて見たら、もう明らかになんかね、落ち葉で明らかにカモフラージュしてやるなっていう、もうカモフラージュできてへん部分があるんすよ。あ、なんかあるなみたいなさ。落とし穴ってあれやん、穴開いてへんように見せへんためにさ、隠すやん。何もない地面に明らかに落ち葉だけが溜まってる部分があるんですよね。おー、あれかって、分かりやすいなーってなって、で、パッて見た瞬間、僕の第一印象が小さくねって思ったんですよね。もう人間の片足ぐらいの大きさしかないんですよ、その落ち葉の範囲が。僕の予想ではさ、僕の想定ではもう下半身ぐらいずっぽりいくもんやと思ったんですよね、落とし穴言われたら。思ったより小さいなと思って、で、まあ、片足ぐらいだからさ、普通にちょっとハマってみていいみたいな感じで、誰かがハマったんですよね、わざと。じゃあね、僕のがっかり具合すごかったよ。もう足首に到達してへんぐらいのあっさいあっさい落とし穴だったんですよね。あさって思って、もうみんなそう突っ込みやで。え、これ落とし穴かみたいな。意味あるって。こんな浅いのに一週間かけたら山田、みたいな感じさ。もう山田くん公開処刑状態ですよね。もう山田くんもうだいぶテンション下がってて。もうね、埋めに行くって言われた時からずっとテンション下がってたのにさ、ね、やっとみんなに公開するって時になってもさらにテンション下がったんですよね、山田くん。もう山田くんずっと下向いてるんですよ。で、まあそのクラスの陽キャ連中が結構強めのいじりとかし始めたんですよね。この程度かよ、山田お前、みたいな。お前のレベルこの程度かよ、期待して損したわ、とか言い始めたんですよね。で、空気悪くなったなと思って、先生なんとかしてくれへんかなって僕先生のちょっとチラッと見てたら、先生もね、なんか喋り始めたんですけど、先生が、これは落とし穴ちゃうなってなんかね、めっちゃ、先生もなんかテンション下がったんですよね。で、そっから先生めっちゃ語り始めたんですよ。いいかお前ら、落とし穴っていうのはな、こんな気軽に作っていいもんちゃうねんって言い始めて、
落とし穴っていうのはね、めちゃくちゃ危ないもんなんやぞって語り始めて、まあ実際その本気で落とし穴って作ったらさ、危ないもんやん。そういうことをね、なんかなかなかと説教するんかなって思ったら、その先生がなんか落とし穴っていうのは、はめたやつを殺すためのものやって言い始めたんですよね。なんか本当の昔、落とし穴の起源かどうかちょっと忘れたけど、落とし穴は昔縄文人ぐらいのやつらがやってたやつで、そいつらが作ってた落とし穴は一度はまるともう二度と上がってこれへんような作りになってたんやって言い始めたんですよ。こんな足首にすら到達してん山田の作った落とし穴はね、これは落とし穴とは言わんってね、あんまり落とし穴舐めんなよって怒り始めたんですよね。なんかね、落とし穴のクオリティについて怒り始めたんですよ、先生が。でどんどんなんか先生もヒートアップしていって、お前らなんかあの最近のテレビ番組とかで落とし穴流行ってるけど、あれ落とし穴と思うなよとか言い始めて、まあその時期なんかロンドンハーツっていう番組が流行ったんですよね。よく芸能人が落とし穴にはめられるとかで、まあなんか落とし穴が人気だったんですよね、世間的にも。先生はその状態がなんか不満やったらしくて、その不満をね、この場でなんか爆発し始めたんですよ。はめたやつを殺せん落とし穴は落とし穴じゃないって言い始めたんですよね。めっちゃ殺す殺すって技使い始めるんですよ。ちょっと怖かったんですよね。結構普段さ、普段そんなまあ温厚っていうか、まあ普段からちょっと口の悪い先生やなとは思ったけど、殺す殺すって言い始めて、普通に怖かったんですよね。落とし穴を本気で作るんやったら、落ちたやつを生かそうとするなとか言い始めて。これぐらいのあれやったら埋める必要もないわとか言い始めたんですよね。って言いながら埋めてたんやけど、先生は。先生埋めるのもめっちゃうまかった。なんか先生埋めるのもなんかね、スコップの扱いとかめっちゃうまかったね。多分落とし穴掘ったことあるやろなって心なかった思ったけど、口にはちょっと怖くてね、出せなかったんですけどね。先生そのスコップでその穴を埋めながらずっと落とし穴だんだんと語っていくんですよね。いや昔はこんなんじゃなかったってね、こんなお遊びで作っていいもんちゃうねんとか言いながら、ほんともっとなんか本気でやってほしいなって、ね、どうせ作るなら本気でやってほしいなとか言い始めて、でそっからね、先生のダメ出しがどんどん入っていくんですよ。この山田くんの落とし穴に対するダメ出しがどんどん入っていくんですよね。まずさっきも言った通り穴が浅いっていうね。まあこれはまあここの地盤硬いからね、ちょっと山田の知識じゃ難しかったやろうなとか言い始めて、本当に掘ろうとするんやったらあっちのポイントやなとか言い始めて、なんかね、あのこの裏山の、この裏山で穴を掘るならどっか適しているかみたいなことを説明し始めたんですよね。うん、高さで言ったら人を2人分が入るぐらいは絶対必要やとか言い始めて、こういう形にするんやぞとかってなんか図解とかし始めたんですよね。僕の覚えてる範囲でこういう形がいいらしい。壺型っていうんかな、一回入ったらほんまに登ってこれへん形が理想らしいよ。なんか普通にね、小学生相手にだいぶ危険なことを教え始めてるんやけど、先生怖いなって思いながらね。もう山田くんは帰ってるしね、途中でだいぶテンション下がったからさ、途中でどんどんね、話し入れる生徒も帰っていくんですよね。もう放課後やし、山田くんは割と早めに帰って、ったんやけど、僕は なんか先生が真剣に喋ってるから帰ったらあかんなって思って帰ってなかったんですよね。だいぶ興味はなかったけどね、話してる内容に。落とし穴の場所についても言い始めて、その山田くんの掘った場所、全然人も通らない場所なんですよね。まあ、1週間も穴掘ったからさ、人の通る場所で掘れへんわけよね。隠れて掘ってるわけやからね。本当になんか人をはめようとするんやったら、人通りの多い場所にいきなり穴掘るしかないって言ってて、もしくはここになんかおびき寄せるだけの何かが必要やみたいなさ、まあ、ちょっと人間には難しいけど、餌でおびき寄せるとかね、動物愛でやったらそれが有効やとか言ってて、ね、もうね、山田くんいい日のずっと喋ってるんですよ。そっからなんか落とし穴の難しい話とかし始めて、そこら辺ちょっと僕もう覚えてないんですけど、まあ語るだけ語って、終わる頃にはもう僕入れて生徒は2、3人しかいなかったんですよね。最初10人ぐらいいたのに。よし、終了や、つってね。山田は失敗したけど、お前らやるときは、あれ、しっかりやれよ、とか言われてね。そんな、ね、本気だったら人殺しちゃうやん、とかね、なんか容器は売ってたけど。まあまあ、やるなら本気でやれってことや、とか言ってね。ちょっと冗談か本気か分からへんけどみたいな感じで終わったんですよね。っていうね、ちょっと怖い先生がいたって話です。まあそれから、まあそっから山田くんはまあ途中で帰ってるからさ、新しい落とし穴も作ることなく、最後まで聞いてた生徒もね、落とし穴掘ることなくね、多分先生は落とし穴掘ってほしかったよな、誰かにガチで。ただ先生の夢は叶わずに僕らは卒業してしまったよ。
今でも先生やってるのかな、あの人名前忘れたけど、っていう話ね。いや、なんか変わった先生っていたよな、特に小学生時代とか多かった気がするわ。僕が小学生の頃ね、落とし穴とかそういうドッキリ系がめっちゃ流行ったんですよね。まあ、さっきも言ったけど、ロンドンハーツっていう番組が人気で、これ結構社会問題になってたんかな。子供はみんなってよく言われたイメージがある、僕の中で。うちと親はそんなテレビみんなとか言う人らじゃなかったから、僕は普通に見てたけどね。いやもう、ロンドンハーツっていう番組も多分今もやってへんよな、さすがに。うわ、多分今放送してたらだいぶね、叩かれてる番組やったな、あれも。何も悪いことしてんのにね、芸能人が落とし穴にはめられていくからね。見る人が見たら普通にかわいそうとか思うんやろうな。落とし穴も普通に危ないからね。なんか落とし穴はまって人が死んだっていう話もなんか稀に聞くやん、ニュースで。それ見るたびに、よかった、ガチで作らんでって思ってるから。落とし穴本気で作ってだいぶ努力しなかったような。いや、そう、ロンドンハースって番組もさ、子供の頃は笑って見てたけど、今思い返すとだいぶひどいことしてるなと思うんですよね。なんかね、僕の中で一番人気あったと思ってるやつがあるんやけど、なんかね、恋のトライアングルやったかなっていう、そのロンドンハーツっていう番組の中の企画があったんですよね、だいぶ昔。今やったらもうね、猛批判で大炎上すると思うけど、なんかね、トライアングルっていうのは三角関係に欠けてると思うんですけど、カップルがいて、カップルの女の方が依頼者としてそのロンドン部論文の厚さんに相談しに来るんですよね。私の彼氏をちょっと確かめてほしいんですみたいな感じで。で、まあ三角関係やから普通はあの浮気の調査とかそんなんやと思うじゃないですか。そのなんか恋のトライアングルは違うんですよね。彼女がいるのに浮気させるんですよね。なんかめっちゃ美人のグラビアアイドルとかを近づけさせて、そのグラビアアイドルが言い寄ってきたら浮気するのかどうかみたいなことさせるんですよね。もうそれのやり方がめっちゃね、なんか巧妙なんですよ。友達とか全員が仕掛け人になって、なんか合コンとかね、ちょっと人数足りんから合コンに来てくれとか、普通に飲み会とかに誘って、そこになんかめっちゃ美人のグラビアアイドルをね呼んでくるんですよ。で、裏で論文の淳さんが無線でグラビアアイドルに指示を送って、今こう言えて、今ちょっと寄り添えみたいなこと言って、グラビアアイドルがどんどんアプローチしていくんですよね、そのターゲットの男を。で、ターゲットの男はちょっとなんか、お、俺に気があるんかなってちょっと思い始めるんですよね。で、まあ彼女もいるのに、まあそんなテレビに出ちゃうような陽気やから、ちょっとね、あの意志が弱い人はね、そのグラビアアイドルのその魔力に寄せられて浮気しちゃうんですよ、大体。まあ今思えばちょっとやらせやったのかなって思うけどね。そっからね、そのターゲットの男のプライバシーがどんどん明かされるんですよ。あれほんまかわいそうやと思った。その浮気してるグラビアアイドルとのね、そのメールのやり取りとか公開されるんですよね。もうこれグラビアアイドルじゃなくて論文の淳さんがメール大体してるんやけど、私今日お酒飲んでるから変なことをメールしちゃったみたいとか言うんですよ。じゃあそのターゲット元かちょっと生きて、俺は君との恋に酔ってるよとか言うんですよね。そのメールの内容がね、全国放送されたりとかするんですよね。僕は昔それ見て笑ったけど、今見たらかわいそうやなって思う。で、最後の最後にそのトライアングルのそのなんていうクライマックスが大体あるんですけど、そのカップルのまあ最初の彼女とターゲットが普通にデートでなんか新しいお店に行くんですよね。なんかいいお店見つけたから、このために行こうよみたいな感じで行って、で、まあ依頼者の女の人がちょっと今日友達も来てるんだっつって、そのね、浮気相手のアイドルを呼ぶっていう。で、なんかようわからんけど三角形のテーブルが用意されてるんですよね。男と女とその浮気相手のアイドルが3人テーブルに座って、恋のトライアングル完成とか、そんなようわからん恋なんかテロップが入って、トライアングルが完成したってスタジオが盛り上がるんですよ。あれなあ、今あ当時朝笑ったけど、今見たらだいぶひどいなと思うよ。世の中が一人の男を罠にはめて笑ってるんですよ。でもターゲットからしたらさ、彼女とデートをしてたら彼女が浮気相手呼んできたんですけどみたいな感じでめっちゃ焦るわけやん。で、最初彼女はその浮気を知らん体で話進めていくんですよね。最近知り合った友達なんです、めっちゃ美人やろみたいなこと言ってくるんですよね。で、そのターゲットはおおみたいな反応するんですよ。
そやなみたいな、それ見てみんなで笑うっていう。で最終的にドッキリでしたみたいな感じでロンブーダーツさんが出てきて、浮気はしたらあかんでみたいなこと言って終わるんですよね。いや昔はおおらかな時代やったな、面白かったけどね。っていう、なんか昔はねそうドッキリ番組とか好きだったんですよね、子供の頃は。今はもう見れんくなったけどな。あのモニタリングとかあるじゃないですか、あれってまたやってんのかな。あれとかもうなんかね、大人になったなと思うわ自分が、どれもこれもがやらすぎに見えてしまうんですよね。なんでやろうな、こんな気づかんことあるってことがあるんですよね、テレビ見てて。モニタリングとかなんかあれやん。仕掛ける側が思いっきり耳に無線つけてる時あるしな、そこ気づかへんのみたいな、明らかに不自然なでかい無線つけてるやん片耳にって、ああいうのよくあるんですよね。あとなんかやってることが面白くないんですよね。なんかあのね、急に有名芸能人、イケメン芸能人が話しかけてきたらとか、そんなんなんか見てても面白くないやん。最近でもちょっとドッキリで面白いなと思ったのは、なんか芸能人同士の楽屋で、あのデヴィ夫人と仕掛けられてるギャル曽根やったかなが喋ってて、急にデヴィ夫人の頭が燃えるっていう、ドッキリ成功するかどうかじゃなくて、もうドッキリしてること自体が面白いっていうのは僕面白いと思う。喋ってたら急にデヴィ夫人の頭から火がつくんですよね。デヴィ夫人は普通に喋るんやけども、そうね、ギャル曽根側はめっちゃ大慌てするんですよ。って頭急に燃え始めてるって、あの絵面が面白いんですよね。やっぱなんかドッキリする側にもセンスが問われる時代にはなってる気するよね。単純になんかドッキリされてる側がかわいそうになるだけやったら不快なだけやしね。多分ポコピーの2人もね、ロンドンハーツとか好きやったんちゃうかなと思うんですよね。よくドッキリ企画とかやってるじゃないですか。僕思うんですけど、僕にドッキリ仕掛けてこうへんな、あの2人。まあ多分僕に仕掛けてきても無反応で終わるからやってこうへんやと思うけどね。なんかだいぶ昔ポンポーさんがドッキリで、ポンポー24で稼いだスパチャの金額を寄付するって言ったけど全部使っちゃったみたいな、ね、昔ドッキリやったんですけど、それで、ね、兄ポコがちょっと怒るみたいなね、ドッキリがあったんですよね。僕多分それされてもね、怒りもせえへんと思うしな、あそうなんやで終わると思うし、こういう普段から冷たい反応してるからあれか、あー落ちたマジか、まあ、こういう普段から冷たい反応してるからドッキリ仕掛けても面白くないなって思われてんのかな。なんか誰かとのコラボの時もポコピーの2人が急に喧嘩しだすみたいなね、ドッキリしてさ、そのコラボ先相手の2人が戸惑ってるみたいなドッキリもあったけどね。僕の目の前でポコビーの二人が怒り始めても多分僕無視すると思うしな、普通に終わるまでスマホいじってると思うわ。こういうところやな、こういうところがね、あかんねやろな、ターゲットになりにくいんやろな。僕は、僕寝起きドッキリ一回されたいんですよね。寝てる間になんかおはようございますって言われるやつ。僕を寝起きドッキリできたらすごいもんやけどね。僕自分の部屋2階にあって、ね、2階で寝てるんですけど、普段うちの親が階段1段でも登ったら僕目覚めるからな。僕だいぶ眠り浅い人やからさ、たまにうちの親が勝手に僕の部屋に入ってくる時あるんですよね。朝とかちょっとなんか僕の部屋のタンスの中のもの取りに来たりとかね、僕の部屋の押し入れのものを取りに来たりとかで、黙ってカチャってね、僕を起こさんように入ってくる時があるんですよ。僕その時ちょっと期待するからね、えポコピーのドッキリついに来たって思って、一応気づかんふりして薄めで確認するけど、お母さんかよみたいになるんですよね。でお母さんもなんか気使ってるからね、僕はもう気づかず寝たふりするんやけどっていうのがたまにある。だから一回あれやね、僕に仕掛けてきてほしいな、寝起きドッキリ。逆にドッキリ仕返したるわっていう気持ちで受けるけどね、向こうが僕を起こす前に僕が向こうの意識を起こしたるわ、本当はお前らがやられる側なんやぞみたいなね。向こうが僕を起こす前にどうも小村でーすって言うと思う。寝起きでも多分声変わらへんし、もしかしたら僕ドッキリ受けてんのかもしれんな。すでに何回かドッキリしてるけど反応が薄くてボツにしてるんちゃう、でボツにしたでとも言われてへん可能性すらあるかもしれん。いやセレステもね、そうそう終わらせたんやけどな。
もうね、なんか普通にクリアなかなかできんからさ、もう雑談しながら金位置を挑戦して、雑談してる間にクリアできんかなっていう期待を込めて今やってるのさ。まあね、なかなかクリアできひんな。よし、じゃあ今回これ死んだら終わりにしようか。いや今回ちょっとテンション低かったかもしれん。仕事帰りなんですよね、夜勤からの仕事帰りで、早めにあれなんですよね、実況取らへんと隣の家が工事し始めるから、その音を入れさせんためにね、急いで取って急いで終わらせようとしてますよ。でまあね、ちょっと朝早いんでテンション低いです。あー死んじゃった。はい、ということでありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。